皆様大変お待たせいたしました。回線トラブルのためスタートが遅れましたこと、お詫び申し上げます。大変失礼いたしました。では、続きまして、二つ目のセッションを始めさせていただきます。今回のテーマは、チャット GPT など人工知能が発達する中で、なぜ全人教育が重要なのか。こちらをテーマにですね、3名の先生にお話しいただきます。まず、お一人目の先生をご紹介させていただきます。ハローアッピ校のニック・パーリー校長。今回は通訳のジェーン様もお越しくださいました。ありがとうございます。では、よろしくお願いいたします。皆様大変お待たせいたしました。チームの皆さん、ご尽力ありがとうございます。無事にオンラインが繋がったというところでですね、オンラインで本日ご参加いただいている皆さん、そして会場にも、多くの方々いらっしゃいますが、始めていきたいと思います。ご紹介に預かりました、私、広報担当しております、ジェーンです。本日ですね、ミク校長の通訳として、加わらせていただきたいと思います。当校ですね、本日、ミク校長、参加いただいているんですけれども、もともと実はですね、ここ皆さん、ブリティッシュスクリーン東京、このキャンパスに、あるのご存知ですよね。実は、この、三軒茶屋キャンパスの開校にリードしたのがミク校長でして、何十年ぶりかに戻ってきてですね、それ懐かしいというふうに今日おっしゃっておりました。日本大好きな先生で、その後ですね、ハローの教育に加わるために、私たちのファミリースクールの中でですね、一番元祖校であるバンコク校にて校長を務めておりまして、その後、ハローインターナショナルスクール、現在私たち含め10校あるんですけれども、そちらですね、10校全て統括するリーダーとして、新規校開校や、ハローインターナショナルスクール全体のですね、教育のクオリティの押し上げなど、担当しておりました。そんな時にアッピ校の開校に携わっていたんですけれども、校長を探す中でですね、自分が大好きな日本、そして大好きな大自然の中で、ハローの教育を提供する、ここをね、このチャンスを逃すことはないということで、そしてまた校長、教育現場に戻ってきてくださいました。今日はですね、私たち二人でお届けしてまいりたいと思います。Thank you very much for that warm introduction, Aisan and also Jane. 皆さん、Konnichiwa, and very nice to meet you all. Lovely to be here at Showa Women's University. そうですね。はい、本当またここに Showa キャンパスに戻ってこられたことを改めて嬉しく思っております。We've been asked to give this very thoughtful presentation title. So, what is the importance of holistic education when AI-based services like ChatGPT are developing so rapidly? What an intelligent, thoughtful title.For our presentation today. 今回ですね、イベントを全体統括なさっている、オーガナイザーの方から、こういったタイトルをいただいてですね、お話しする機会をいただきました。本当に日々ですね、AI の進化、早く進展しているということは実感するところですが、こういった時代の、まさに、ホットトピックですね、に関してお話しできることを嬉しく思います。The subject of AI is very much on everyone's minds at the moment. There's been such rapid development, recent discussions in the international media about the future of AI. And of course, in the education sector, our eyes are very much on appropriate applications of artificial intelligence.本当ですね。メディア日々目にしますけれども、AI という言葉を見ない日はないぐらい、現在皆様が注目されているトピックかと思いますが、それはですね、教育現場でも本当にまさしくそうでして、AI これからどのように一緒に付き合っていくかというのは、教育現場でも非常に重要なトピックとなっております。And particularly with a focus on the Harrow offer, so committed to holistic education, developing the whole child,developing the characteristics and the behaviors of future leaders. So what is the relevance of that education when the future seems to be AI? そうですね。私たちハローの教育というのはまさに人が中心の教育に人格形成ですね、中心の教育になっておりまして、子供たちの人格を形成するために全人教育、ホーリスティックエデュケーションですね、というモデルをとっております。このようなですね、ハローの教育にとって、今後子供たちが世界に出て活躍していく、この AI などが発達している時代、私たちの教育がどのようにですね、有意義に活用されていくのかというところを本日お話したいと思います。And we've been given such a good title to discuss today because evidently this question is also very much on the minds of the parents of Harrow Appy. So if we move on, I assure you that this email correspondence is nothing to do with this presentation.
This email correspondence was unsolicited as we discussed Harrow approach to education, and particularly the long expedition that our students, as we speak, are returning from. We've had the whole of our prep school in the mountains of Nagano Ken. We've had the whole of our senior school in the mountains of Wakayama, hiking and rafting down the river. And in discussion with parents have been considering the relevance of this type of engagement in nature in an AI future.AI は現在世間のホットトピックであり、そして教育現場でも非常に重要なトピックだというふうにお話をしてきましたけれども、保護者の皆様にとってもですね、これから子どもたち大きくなっていく中で、本当に AI、まあ、デジタル機器ですね、こういった技術というのは、皆様も非常に関心のあるトピックかと思います。たまたまなんですけれども、このプレゼンテーションどうしようかねってミックをちょっと話していた時にですね、保護者、私たちのハローアピ校のある保護者の方からこういったメールをいただいて、まさに本当にこれ保護者の方にとってもですね大事なトピックだなというのを実感しておりますが、ちょうど私たちの学生ですね、この間の月曜日から1週間全校生徒先生たちも含め例外なくキャンパスを離れてですね、下の下級生の子たちは長野県で、上級生の子たちは和歌山県でロングXと呼ばれる遠征に出てですね、キャンプやアウトドアアクティビティを通じて学ぶという体験をしているところで、今日最終日を迎えているところです。So I am just going to pause and ask you to look at the screen and to read this correspondence by means of context. This is a parent who had been questioning whether students should be out of classes, should be in a raft or climbing a mountain when they perhaps would be better placed in a physics or maths lesson. And this is the end of a 2-week correspondence I've been having with this parent.こちらですね、メールいただいた保護者の方なんですけれども、私たち、まあ、教育現場ということで、やはり子どもたちの学力をしっかり育成するというところですね、私たちの責任だというふうに思っており、また保護者の方もそれをすごく大事に思っております。一週間もキャンパスを離れて授業を全くせずにですね、数学や国語や英語など、授業をしなくて学力の部分は大丈夫なのかというふうにご心配なさっている保護者の方も大変多くいらっしゃり、それも私たちすごく共感するところでありますが、学校とのコミュニケーション、そしてですね、私たちの教育内容をしっかりと一緒にコミュニケーションを取った上でですね、一番最終的にいただいたその保護者からのメールが先ほどの文章でした。So in preparation for this presentation and moving on, we asked AI, what are you good at? And what are you not so good at? And here was the response.そうですね。今回のチャット GPT ということで、早速私たちもですね、これを使って直接聞いてみてしまいました。チャット GPT にですね、君得意なことは何ですか？不得意なことは何ですか？というふうにね、直接聞いて回答こちらいただいたところです。簡単にこちらにまとめました。AI が、チャット GPT 君がですね、言ってくれた、僕はこういうことができます。私はこういうことができませんっていうね、リストがこちらになっております。So we've summarized the outcome according to chat GPT.So AI is good at basically processing, language processing, data analysis, translation, not always as accurate as it thinks it is, and content generation. It can produce a massive amount of content.AI ですね。まずは、簡単にこの4つ得意ですというふうに言ってくれました。こちら画面に映っているので、復唱はしませんが、本当言語プロセスの翻訳の部分はですね、日に日に進化しているなというのを私も実感します。こうしてミク校長とよく通訳をしたり、英語から日本語、日本語、英語と翻訳をする仕事が多いんですけれども、最近は AI に入れるとですね、私よりも早くすごく的確に翻訳してくれて、まさに私の仕事もどんどんいらなくなってくるんだなという実感する日々であります。AI itself admits that it's less capable at emotionally understanding, performing physical tasks, understanding the context, and thinking critically.そしてですね、逆に不得意なところ、今まだまだ AI が進化して不得意としているところはここだよというふうにですね、4つこちらもリスティングしてくれましたね。感情的に物事を理解したりですとか、物理的なタスクをこなすこともちろんですね、データベースですので不得意でしたり、また文脈的な理解、私たち全体の世界観を見ながら、その文脈を理解してコミュニケーションすることが多いと思いますけれども、やはりそういったところの文脈理解、感情理解というのはまだまだ不得意だよというふうに言っていますね。そして意外
なことに批判的に物事を考える情報の処理はできるけれどもそれをもって批判的にですね正しい判断をするというところはまだまだ苦手としているそうです。So before we proceed in the presentation, what I think we should do is to introduce to our audience what Harrow means by holistic education.ここからですね、ではこういった今世界の中で私たちの教育がどのようにこれから子どもたちに役に立てるだろうかというご紹介に移ってまいりますが、まず学校をですね、簡単に紹介した上でお話しした方がわかりやすいかと思いますので、こちらのビデオでご紹介したいと思います。Our mission is to prepare students for a life of learning, leadership, and personal fulfillment.To guide our students on their journey of self-discovery, growth, and transformation. To help unlock our full potential. And be the best that we can be. We learn in a unique, natural, and dynamic environment. Our playground spans.Lush forest, fresh crystal lakes, and majestic mountains. Our soundtrack is an orchestra of gentle rivers, crunching leaves, and falling snow. Our doorstep is a breathtaking gallery of organic art. Awakening to the sound of bird song. And falling asleep to the delicate hum of fireflies in the pitch black sky.Our time is measured through the passing of the seasons. Go! White. And green. Exhale, hard work. Congratulations, William. And success. We are Harrow Acme, an educational excellence in the nature.So thank you for bearing with us with the technology. We played the video eventually. ね、ちょっとまたいろいろ問題はありましたけれども、皆さん無事見ていただけてよかったです。So to give some context, Harrow Appy opened in the summer of 2022 in Iwate-ken in the mountains of Appy-kogan. We're a full boarding school. Every student boards. Currently we have some 180 students.Aged, 11 to 私、皆様もご存知の方多いかと思いますけれども、ハロー・アッピ校ですね、昨年の8月に開校して、今1年目過ごしている学校になっております。今年はですね、約180名の男女を迎えて、11歳から14歳になるですね、子供たちがここ全寮制の学校で一緒にキャンパスにて生活をしております。The setting for our campus is, sublime.The quality of the air, the mountain environment. So we would be foolish not to take full advantage of that as educators.
私たち学校ですね、安比高原の自然の中に囲まれておりまして、先ほどのグリーンシーズンの写真とこちらホワイトシーズンの写真を見てお分かりになるように、本当にですね、自然の中でどこにもないところにポツンとキャンパスだけが立っておりますが、この立地だからこそこの自然を活用しないわけにはいきません。自然を活用した学びがたくさんございます。So very basically, our approach to holistic education, academic standards are at the core. So we take, learning and student progress, very seriously. It's our essence.私たちですね、ハローの名を継ぐ学校です。ハローのこれまでの歴史と伝統にしっかりと習ってですね、学業をしっかりと身につける、しっかりと学力を身につけるというところ、私たちのカリキュラムの真ん中、柱になっております。As I've mentioned, taking full advantage of the natural environment and providing an enriching experience, educationally for our students through sport, through performing arts,through service to our community is also very central to our educational offer. そしてですね、この実績のあるハローの教育を日本の大自然の中で展開することによって、よりユニークなここにしかないですね、学びを提供しております。自然を活用した授業はもちろんのことながら、美術ですとか芸術ですとかスポーツですとか、その他にも様々な活動をこの自然の中で展開されております。And then we have the power of full boarding.So a home from home, the housemaster, the housemistress, knowing each girl and each boy intimately, so there to support through their academic journey and through their social development.そして最後、三つ目の要素ですね。私たちの教育をさらに強力にしてくれているのは、この全寮制の環境ですね。子供たちが一緒に住んで、24時間、月曜日から日曜日まで学びを共にするからこそ、できる学び方、そして成長というものがここにはあります。Moving on, in a simple model, there's Harrow's approach to holistic education. So right in the center, academically high standards,surrounded by an enriching, what we call super curricular program that really motivates students to be the best that they can be, to fall in love with learning, to be lifelong learners.先ほどの3つの柱があった上ですね、いよいよ本日 AI とセットになっているもう一つのトピックでありますけれども、なぜ全人教育なのかというところですね。私たちハローインターナショナルスクールでは、こちらのモデルを使って全人教育というのを行っております。真ん中に来るのがやはり勉強の部分で平常授業、しっかりと勉強して、しっかりとですね、これから社会で活用できる学力をつけるというところ大事になりますが、勉強は試験勉強や教科書の中だけでは収まりません。子どもたちが自分の得意とするですね、分野を見つけて、よりスーパーな力ですね、社会に出ても自分らしい、自分の分野で活躍できる才能を身につけるためのカリキュラムとして、スーパーカリキュラムという課外授業を必須の授業として置いております。In the gold circle, then, our co-curricular offer. We don't call it extra curriculum, it's not extra, it's very central to our educational provision. So I'm talking here about creative arts, visual arts,I'm talking about sport, an adventurous sport, and I'm talking about service to our community.そして三つ目ですね。このカリキュラム全人教育を完成させている三つ目が、コーカリキュラと呼ばれる、日本語では課外活動というふうに呼ばれてしまっているんですけれども、私たちハローの教育で、これは課外ではなくてですね、授業と一緒に並行して行うので、コー共に行うカリキュラムというふうに呼んでおります。これを使って勉強だけでなく、芸術やスポーツ、社会貢献活動など、子供たちの世界に対する理解と視野を広げるための大事なプログラムになっております。And that for our students creates a very busy academic day. So wrapped around that educational offer is the support of the house. So the housemaster, the housemistress, pastoral support, making sure that every student has the encouragement and the guidance that they need to get the best out of that busy, educational program.
子どもたちの生活はですね、この3つのカリキュラムで忙しく過ごされるわけですが、11歳から18歳という若い子たちがご家庭を離れてキャンパスにて学んでいるわけです。その子どもたちが一人一人自分に合った学びを最大限に行っているかどうか、しっかりと生活や学びをサポートしてくれるのがこの3つの要素になります。全寮制の環境であるということ、朝から晩までですね、たくさん時間があるということ、そしてそれぞれハウスシステムに所属しながら、ハウスの寮長先生が子どもたちの面倒を一人一人個別のケアをしてくださいます。その上でですね、パストラルケアということで、その子に合ったサポートをしましょうということ、これらをですね、子どもたちの生活環境を取り巻いております。So I think we've established Harrow's approach to holistic education. I want to talk a little bit about my background as an educator because I'm the headmaster and I'm considering this future ofAI versus holistic education. ここでまでですね、ちょっと細かくなりましたけれども、私たちが思う全人教育とは何かというモデルをですね、共有させていただきましたが、では全人教育を教育で実際に活用していくと、子どもたちにどのような学びができるのか、校長先生ですね、ハローアッピコ、このモデルをしっかりと確立されたカリキュラムデザイナーでもあります。校長先生のお話もですね、本日少ししたいと思います。So just ever so briefly, the center of the screen there is the village I was brought up in. It's a small village in the Peak District National Park in the Pennine Mountains in the north of England. You can see the village in the forefront, the church in the middle of the village is the church I was married in. And behind it, you see a rocky crag, which is where I learned to rock climb as a boy.ハローのですね、教育を語る上で、ミク校長先生のバックグラウンドというのもですね、非常にユニークなんですけれども、校長先生が生まれ育った故郷の写真が真ん中に写っております。イギリスの北部のですね、自然公園に囲まれた美しい大自然の田舎で実は育った人物であります。彼が結婚したですね、教会がこの写真の真ん中に写っているそうで、後ろに見える岩ですね、校長先生が初めてロッククライミングを習い始めた大自然の教室であります。So what we're trying to do, if we move on to the next slide, is to use that experience and to use the role modeling, not just of myself, but of my fellow teachers, we call them beaks in Harrow speak, to take our students into that natural environment, to give them positive experiences and skills to engage with nature.校長先生自身もですね、こうして大自然の中で育ち、アウトドアアクティビティを通じる中で教育を指導してきた人物として、自然の中で確立される子どもたちの人格形成の大切さということを、ご本人もご自身もですね、実際に実感し体験してきました。そういった体験を今の子どもたちにも届けたいということで、ハローアッピコはですね、このアッピ高原の自然を使って教育をしております。先生たち、すべての先生が例外なく自然の中で教えるということに携わっておりますが、その分かりやすい And if we move on, in any given week at Harrow Appy, we're providing more than 50 extracurricular activities. So those are academic additional learnings, what we call super curriculum, that might be artistic and creative or sporting opportunities. So more than 50.Additional activities every week provided outside of the classroom.そしてですね、先ほどスーパーカリキュラム、高カリキュラムと課外授業、課外活動を見てまいりましたけれども、子どもたちにいろんなことに若いうちから触れて自分の才能を開花させてほしいということで、当校ですね、毎学期50以上もの様々な課外授業、課外活動が選択できるようになっております。So I think if we move on to the next slide, what we're doing is developing these fineyoung people, not just as academic scholars, but also as students who understand engagement in their natural environment, who are physically active in the world around them.
ここまでですね、実際にハロー安比校のコンテンツの部分を見てまいりました。もちろんしっかりとした強いアカデミックプログラムの提供で学力を定着させるということ、子どもたちの視野を広げる様々な課外活動、課外授業がありますが、結局最終的にはこの教育を何のために行うのかというところが大事だと思います。すべてのハローインターナショナルスクールファミリーですね、この教育のモットーをベースに教育を提供しております。子どもたちこれから社会に出て激変する中でですね、活躍していくリーダーと責任のある人物になっていくわけです。その時に子供たち一人一人自分たちに合った最高の教育をですね、子供たちそれぞれに合った人生の成功と、そして社会の貢献するリーダーとして必要な人格形成のためにですね、こういったプログラムを私は提供しております。And our objective is to develop in our students the Harrovian values. And we particularly focus on the development of four values, which will appear on the screen now.In no particular order, courage, honor, humility, and fellowship. And we believe that if we can develop those behaviors, those characteristics in our students, we're preparing them very well for their future lives.社会や地図は変わっていくけれども、コンパスが大事だというふうに言われ始めてですね、もう数年が経ちますが、どのコンパスを持つのかというのはとても大事になります。その中で私たち子どもたちにこの4つのコンパスを持ってですね、社会に出ていけば、いくら AI が発展して社会が変わっても、きっと道に迷わずにですね、自分の人生をしっかり成功に向けて開拓して歩んでくれるだろうということで、教育の中で実際に掲げているだけではなく、この人格形成というのを行っております。勇気、名誉、謙虚、友情とですね、この4つがしっかり卒業までに身につくようにという思いでこれらのカリキュラムの提供をしております。It's increasingly evident that their future lives will involve taking critical decisions, leading in corporate environments, politically, socially, in a world where AI is incredibly important and powerful.これからですね、AI が発展し、社会もどん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 景色が変わってくるでしょう。政治情勢ですとか、社会の情勢ですとか、いろんなものが変わってきます。その時にしっかりと批判的な、物事の見方を持って、正しいリーダーとしてですね、正しい判断をするという力が、それぞれの大人に求められてきますが、その時に子供たちのですね、軸になればということで、私たちこの4つを据えています。If we are able to develop these values successfully,In our graduates and in the future leaders of society, perhaps AI will be applied with courage, with honor, with humility, and with fellowship. And then perhaps humanity has a future working with AI.そうですね。AI もこれからどん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 きっと賢くなってくれる中で、私たちのようにこういったですね、自己を持った AI が出てくるのも非常に面白い未来になるかもしれません。全人教育、私たちが行っている理由として、やはり子どもたちにですね、こういったしっかりとした軸を持ってほしい、全人教育、人格育成、こういったところを得意としております。So, ladies and gentlemen, we started late, we finished a little bit late,but we hope that you have found the presentation useful. I'll hand back now to Aysan, but we really appreciate your attention and hope that that reflection on AI and holistic education has been valuable to you.本日ですね、少し遅れてのスタートとなりまして、押してしまいまして大変失礼いたしました。ここでですね、愛さんの方にお戻ししたいと思いますが、本日私たち、教室の方でですね、一日中出て出展をしております。12時からはですね、英国式のカリキュラムとは何ぞや、全人教育もっと具体的なお話も差し上げておりますので、もしよろしければお立ち寄りいただければ幸いです。はい、ニック校長、ジェンさん、誠にありがとうございました。様々なトラブルもありましたけれども、途中素晴らしい対処をしてくださいまして、素晴らしいビデオもおかげで見ることができて本当に良かったと思います。誠にありがとうございました。ありがとうございました。では、続けまして、同じくチャット GPT など、人工知能が発達する中で、なぜ、ウェルビーイングが重要なのか、同じテーマで、今度は、国際高等学校の、校長代理、ロバート・チェイター先生にお話しいただきます。少し接続まで時間があるようなんですけど、ハロリーさん、今、これまでいろいろちょっとトラブルあってね、僕らもヒヤヒヤしてるんですけど、はい、今のハローの
お話、前回もすごく素晴らしい。はい。いかがですか？いや、もう本当に、私も娘をイギリスの、全寮校に入れていたもので、ハロアピさんの、考え方とか、本当にその全人教育に対する情熱ですとか、特にですね、お子さんが朝から晩まで結構忙しくしているところとか、パストラルケアがしっかりしているところとか、すごく共感するところが多くてですね、今日も聞きながら、自分が生徒になりたかったと思いながら聞いてました。僕が今勤めてる学校って、隅田川のほとりにビルみたいな学校なんで、今の自然に囲まれたキャンパスがすごく素敵で、本当に羨ましい。今度行きません？ツアー組んで。実は私来月。行くんですか？はい、アッピーツアーをですね、自分で組んで、すでに組んでるんですね。実はすでにもう組んでまして、さあ6月はいい時期だよってさっき、ニッペコはちょっとジェンさんにも言っていただけたので。そうなんですね。はい、そうなんです。抜け目ないですね。先生もいかが？有給取っていこうかな。有給で。ぜひぜひ。はい。ジェーンさんもすごく横できちっと日本語でね、言ってくださって、いつもいいプレゼンをされるなと思ってるんですけど、中身があってのことだと思うんですけど、なんか、チャット GPT が世間騒がせてますけど、今おっしゃった全人教育みたいなところが、学校ができるかどうかっていうところが非常に大事で、やっぱり日本の多くの学校まだまだ遅れてる中、ああいう学校が出てくると、非常に未来は明るいなと思うんですけど、いかがですか？おっしゃる通りだと思います。途中、音声がうまく出なかった時に、もうさっとね、じゃあマイクでやってみましょうかって、してくださった対処も。で、その時に、ね、このように、やっぱりネットでトラブルがあった時に対応するのは人間力ですよねっていうようなことをおっしゃったのが、すごいかっこいいなと思って、非常に説得力があるなと思いましたね。多分会場にいらしてる方々も、画面の向こうの親御さんも多分、メモで、こう、どんなことが学べるんだってなっておられるような、まあ気もするんですけど、やっぱり子供たちって経験によって大きく変わっていくと思うので、やっぱり、ハローさんの学校での経験、やっぱり大きいなと思いますし、どんな経験をして、まあ頭で考えすぎる以上に、考える前にやっぱ経験するっていうのは大事だと思うので、なんか非常にアッピさんの話はいつもいいなと思って聞いてます。そろそろいいですかね。Are you ready? I don't know. 準備の方よろしいでしょうか。はい。では続きまして国際高等学校校長代理のロバート・チェイター先生にお願いいたします。先生よろしくお願いいたします。こんにちは and good morning everybody.My name is Robert Chater, and I am the acting principal at NUCB International College, which we just refer to as NIC, from Nagoya International College. And on the slide above us, you can see that we sit on the grounds of NUCB, so Nagoya University of Commerce and Business. We sit on the campus of their undergraduate school. And so,Our school is in the center. You'll see a donut or a round shaped building, and that is our boarding house, and that caters for 225 students. The bottom floor is mostly the dining room and a few utility rooms. There is the second floor, which is the boys' dormitories, and the third floor is the girls' dormitories.The way that works is, of course, that the students cannot visit each other. If they wish to visit each other, then what they will do is they will actually come down into the bottom floor where we have our common area. They have different access points, and so the students cannot actually move from one floor to the next. So the boys just go from the first and the second floor, and the girls just use the first and the third floor.In the case of an emergency evacuation, of course, everything opens and everybody just leaves the building. Underneath that, you'll see what is basically a curved building, and that is the main building of our school. That building used to be the women's college as part of the university, and that's been refurbished into a very modern learning space, and the state-of-the-art classrooms are on the second and the third floor, and the bottom floor serves with admin, music, and our auditorium, and near that you'll see a building with a red roof, and that is indeed our library.
And then everything else, which you see in that picture, are buildings which belong to the university, which we have full access to as a school. So we are a senior high school for grades 10, 11, and 12. And our students, I'll talk to this a little bit more, but they will graduate with both the Japanese high school diploma and they will graduate with the IB diploma. But every building there we have access to for aquatics, gymnasiums, weight training, tennis, badminton, ping pong. And then there's all these exhibition spaces which we can use with three gymnasiums, football pitches and running tracks and amazing baseball facilities. So our school, being very new, is very, very well equipped. And what it makes is for a very exciting place for us to learn. はい。国際高等学校ですね。愛知県日進市という場所にあります。2022年9月開校の新しい高等学校であり、インターナショナルボーディングスクールというですね、日本の高校卒業資格と国際バカロレア IBDP プログラム両方ですね、取得し卒業するまで2つの卒業資格を取る、まあ、国内ではまだ珍しい、まあ、レアな高等学校になります。で、今お話があった通り、キャンパスはですね、名古屋商科大学ですね、同じ系列のですね、学校法人系列グループの名古屋商科大学の中に、高等学校のキャンパスは位置しております。で、こちらのですね、航空写真で見て、いただける通り、名古屋商科大学のキャンパスはですね、ものすごく広大なキャンパスになっております。広さがですね、これ数字を示すよりですね、イメージがつきやすいのは、東京ディズニーランドですね。東京ディズニーランドの 1.5 倍の面積を誇るキャンパスになります。で、様々な施設がありますので、まあ、日本の、すいません、高等学校という、形とはですね、ちょっと本校のキャンパスはかなり雰囲気が違います。この写真のですね、丸いドーナツ型の建物がですね、国際高等学校の寮になります。で、この寮のすぐ左下あたりに見える白い弓なりの建物が国際高等学校の校舎です。なので、生徒たちはですね、寮生活を送りながら、授業の方はこのもう一つの校舎の方でですね、学んでいきます。で、授業外のですね、活動ですね、部活動のようなもの、あるいはですね、週末のですね、自由時間などを使う場合もあるんですが、このキャンパス内にある大学施設、これをすべてですね、生徒たちは自由に使えるようになっています。例えば図書館、大学の図書館ですね、図書かなり幅広い図書が揃っています。大学のレベルのですね、研究活動が行えるレベルの図書館がキャンパス内にあります。あとはですね、スポーツの関係施設もですね、様々な施設が揃っています。当然体育館であったりとか、あとは運動施設の中にはですね、ゴルフができるコース、あと弓道ですね、ジャパニーズアーチェリーができる施設があったりとか、まあ一般的な、まあバレーボール、バスケットボール、あとまあ卓球などができる、まあ体育館ですね。で、屋外の場合はですね、野球場とサッカー場、サッカー場にはフットサルコートもあるので、生徒たちフットサルとか、日々、週末などはですね、楽しんでやっています。まあ、このようなですね、恵まれた環境にある、まあ、全寮制の高校ということでですね、まあ、生徒たち、国内の様々な地域から、この愛知県日進市のキャンパスに、まあ、実際に、まあ、こちらの学校に住み込みでですね、学びに来ています。で、高等学校の立て付けとしましては、その、1年時に日本の高等学校の、まあ、教育課程を始めまして、まあ、当然それを3年時までやるんですが、2年時、3年時は IBDP、国際バカロリアのですね、DP プログラムの方を集中的に始めて、それをしっかりと2年間で終了するというような、まあ、そういった内容になりますので、まあ、実際ですね、2つの学校の、2つの、卒業資格を取るカリキュラムの、かなり生徒のですね、まあ、課題であったり、宿題だったりっていうのは、様々多くなってきますので、まあ、授業が終わった後の寮生活の中でですね、まあ、勉強したり、まあ、週末を使って、
まあ、教員のアドバイスを受けながらですね、課題をしっかりと取り組んでいくというような流れを、この全寮制の中でですね、取り組んでいるような形になります。So we are both a Japanese Article 1 school, and we are also an international school. And so what that means is the students that come to our school will indeed graduate with both the Japanese high school diploma, and they will graduate with the IB diploma as well. And some of the students indeed will graduate with a bilingual diploma, and that's something which is highly encouraged. What that means for the IB is that you're going to study languages, mostly Japanese and English, but for some of our students that might also be Chinese, but you're going to study two languages as a native speaker. And so by being able to offer both of these programs, it means that our students are well prepared for university. One of the aims of our college is to make sure that students can go to the university of their choice. And so that becomes something which is very important, and that's why we offer dual pathways through the university through both the Japanese High School Diploma and the IB Diploma. はい、こちらのスライドの中にですね、改めまして、一番最初のですね、ブレッドポイントの方にはですね、まあ、日本の高校を卒業するのと同時に IBDP ディプロマプログラムですね、こちらを修了するということになっているカリキュラムですね。で、あとですね、特徴として大きいのはですね、カレンダーですね、まあ、新学期が始まる、その年間のスケジュールというのは、9月がスタートになります。で、日本の高校から、入学する生徒と、まあ、海外から留学する生徒が、実はですね、入学時期が異なります。ほとんどの日本人の生徒さんは、4月に入学をしてまいります。で、4月に入学してきて、9月のですね、カリキュラムがスタートするまではですね、こちらに書いてある、ブリッジングプログラムという、高校準備課程ですね、本校の方のカリキュラムに向けた英語力の向上とですね、あとはその IB の授業に慣れるためのですね、様々なトレーニングを行っていくという形です。なので3ヶ月、4月から6月まで準備をした上で9月からの本科をスタートするという形です。で、9月からはもう半分の生徒は留学生になりますので、その9月のスタートまでにですね、日本人の生徒は授業を一緒に受けられるための、まあ、自治体の、IB に近い授業を受けていくという形ですね。で、ですね、最終的にその卒業までにですね、学ぶカリキュラムの中で、ただ、日本の、その、高校の学習指導要領でですね、カバーされている内容だけでなくですね、しっかりとですね、海外の大学に行くための知識とですね、まあ、経験を積んでいくという形になります。ですね、実際に、まあ、本校のですね、そのカリキュラムの特徴、まあ、まあ、メリットというふうに言っているんでしょうか、はですね、選択ですね。進学先の選択肢が幅広くなります。高校の、卒業資格を取ることで、海外の大学だけでなく、日本の大学への進学も可能になります。特に、今ですね、国内の大学の状況としましては、秋入学の大学が増えています。これは国公立、まあ、私立大学両方ありますので、まあ、我々の高校卒業した生徒は、まあ、日本の大学に4月に普通に進学する形ではなく、秋入学の大学を選んで、進学をするというのが、国内の大学進学志望者への我々の、まあ、キャリアカウンセリングの中で、お伝えしているところですね。というのも、大学の中で、せっかく学んできた英語力、あるいはこの国際的な感覚をですね、日本の大学で発揮するんであれば、周りは日本人の生徒ばかりではなく、留学生がたくさんいないと発揮できないことになりますので、日本の大学の場合は、秋入学のある大学への、進路指導をしています。あとは海外の大学ですね。海外の大学に進学を希望する場合は、しっかりと IBDP を修了するときのファイナルエグザミネーションのスコアを高く、取れるように、まあ、先ほどお伝えした通り、寮での勉強も含めて対策をしていくと。まあ、そういった学校になります。まあ、あと合わせてですね、寮生活というのは、学習時間だけでなく、生徒同士の人間関係をしっかりと築く時間、あるいは寮の中で、まあ、リーダー教育、あるいはですね、チームワークビルディングというようなことで、それに関連する活動をたくさん行いますので、まあ、そこをですね、持って、まあ、海外の大学、もしくは日本国内の大学へのですね、進学の時は、
まあ、しっかりと大学で活躍できるレベルに達した上で、進んでいくというようなことを本校では取り組んでいるということですね。So when our students come to us for the very first time, there's two ways of entry for them. So our students who graduate from junior school join us in our bridging program to get them ready for grade 10. Our grade 10 students do the pre-IB diploma, and then our students do the diploma in grades 11 and grade 12. The main methodology for inquiry with the IB is what we call case methodology. Case methodology is the teaching and inquiry style of Harvard MBA. So the Masters of Business Administration in Harvard developed this style of teaching, and it's something which has been mastered here at our college at NUCB. In fact, our classrooms mirror the university rooms of Harvard in their MBA program. Our pastoral framework is built around leadership, it's built around pastoral care, it's built around restorative practices and all the things that happen into the boarding house. We are a full boarding school, and many of the activities of well-being and sport are driven through our boarding school.はい。ですね。大学に向けたですね、準備の中でですね、やはり日本の高校を卒業してから海外の大学に進学する、まあ、そういったケースの場合ですね、日本の高校ではちょっと準備が難しいような、例えばですね、グループの中でディスカッションをして、で、その中で意見交換をした上で、まあ、発表、まあ、プレゼンをするというような、そういった場面がですね、海外の大学では多くなります。ただそれを英語でこなすことができるようになるかというと、日本の一般的な高校ではなかなか難しい部分が多いと思います。それらを、香港の場合はですね、しっかりとですね、授業内、あるいは寮生活の中でですね、コミュニケーション能力を高めですね、日々トレーニングをしていきます。生徒同士でですね、寮生活の中でお互いの苦手な点だったりとか、あるいは成長が必要な部分は、まあちゃんと指摘をし合いながらですね、しっかりと自分自身を成長していく、いくトレーニングを行うと。あとはですね、生徒同士でですね、様々な活動ですね。例えば愛知県って今、すごく歴史的なことの、まあ、例えばテレビのドラマとかで取り上げが多いんですけども、そういったですね、課外活動の中で、日本の文化であったりとか、日本の良い環境、自然環境、もしくは歴史をしっかりと学んでいくというのも、日本の学生と海外の学生両方いる本校はですね、すごく積極的に取り組んでいるものになります。生徒たちは授業の中で学べないことを寮生活、もしくは週末のエクスカーションと呼んでいるんですが、そういった課外活動の中で取り組んでいきますので、まあ、ものすごく引き出しがある生徒を我々は輩出できるというふうに考えています。まあ、それによって、先ほどお伝えした日本の大学、もしくは海外の大学、いずれに進学をした場合でも生徒はしっかりとですね、活躍できるまあ、能力と経験を持って、まあ、進学ができるという、まあ、それが、香港の特徴というふうに私は考えています。じゃあ、すいません。学校紹介のところからですね、今日のテーマであるですね、IT 技術を使った教育の部分を、まあ、香港の、まあ、校長の方もですね、すごく、知見がありますので、そのあたりのテーマでですね、ぜひ、いろいろ学校の取り組みの質問をいただければと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。では、いくつか質問させていただこうと思います。まずですね、教育場現場における IT 技術は、生徒のウェルビーイングとパストラルケアにどのような影響を与えることができるんでしょうか?お答えいただければ嬉しいです。Now it's time for a panel discussion. Okay, I heard that you're going to use ChatGPT as well, and I'm going to ask you one question.How can IT technology and educational settings impact students' well-being and pastoral care? This question is something which is, I find very interesting. Of course, this discussion is on ChatGPT and from the audience. Does anybody want to guess where the question comes from? So the question itself...is a very good question. It talks about ChatGPT, it talks about IA, and it talks about student well-being. That question was generated by ChatGPT.
With all things related to technology, one of the things which we have to be careful about is how we use it. One of the things which we have to recognize with ChatGPT is where does the information come from? So ChatGPT is owned by a company called OpenAI, and they have a series of AI applications, and ChatGPT is one of them. The other things which we have to be looking at with well-being is how students use technology when they're supervised and when they're unsupervised from adults. It is actually quite a powerful place to gather information. And one of the things which we have to be concerned about is where does the information come from? What is the bias? Who put the information there? ChatGPT does not, and this is very important, it does not search the internet. Everything from ChatGPT is information which has been uploaded by a company called OpenAI. And so what we need to be mindful of and what we need to teach the students who use this and the parents who use this is what is the bias? Where does it come from? And then there's also things around well-being to do with how much time students are using in front of a computer screen. I embrace technology. I think it's something which is absolutely wonderful. My grandmother would be horrified to think that I cook rice in a rice cooker, and which is something we all do. And she would be horrified at that thought. And in fact, when rice cookers first came out and they were advertised in the United States, they were worried about the technology because they thought it might make housewives lazy. But embracing technology and how you embrace it is part of well-being. I'm sorry to cut you off, but probably the cut to the chase, the very short summary is the parents have to use the ICT technology and ChatGPT, and parents also use it, and they should not be biased, and then they know how to use it, right? And that's part of that. We need to know what it can do and how it can use it. One of the things which I did up on the Shinkansen this morning is I typed in, why is ChatGPT good for students? And then I also typed in, how can parents use ChatGPT to help their children do their homework? And it was something which is really interesting because not only is this technology being embraced in schools, in fact, the IB organization has said that students can use ChatGPT to formulate their essays, so long as they acknowledge it to do with any other form of reference material. And so how we use it is something which is really important. I also would like to get to a live demonstration if we could. Yeah, and that's all much time. So can you show us the demonstration, please, using your laptop, please? So if we can get to the laptop onto the screen. So what's what I have here is the examination essays for the IB. And what I want to just very quickly do is take this question. To what extent is knowledge we produce determined by methodologies which we use? Discuss with reference of history and the other area of knowledge, and then consider a few things. So I can just copy that, and then I can go over here to ChatGPT, and I can paste that. And so this essay, which was given by anybody, this is the answer which is now being generated by ChatGPT. And if we can get that back onto the screen, you'll see that it's coming down in real time. And one of the dangers here is how we use this, how we acknowledge this, and how good it is. And this is one of the reasons where it's good for teachers to be able to use this. For instance, we have this. And now we can mark it according to a rubric, to the way we are going to assess this. And if we can get this back into the screen. And now I ask it to redo it. I looked at the essay. One of the things it's just missing is it's missing real-life examples. So I've just typed into ChatGPT, now include real-life examples. And now, based on the essay question, the answer it has given me, it is now adding real-life questions.
So the big thing here is for educators and for parents is how do we embrace this technology? I have doctoral studies in information technology, and indeed where we're at NUCB, International College, we're embracing it. It can actually be a very powerful tool. But some of us need something else. So what I can actually do is I can now ask ChatGPT to do this reply all in Japanese. Now, I don't know how accurate it is, okay, but what is happening is we're now getting the previous response. Now, where this is very good for students who are learning English or they're learning another language is they can use this as a real-time translator. It can actually help them understand concepts which their teachers are teaching them in their home language. One of the things we do in our library, of course, is we take nearly every book the students study, we have it in multiple languages. And now I have this, which I can use in multiple languages. One of the things which is really good, and I know we all love mathematics, but one of the things that ChatGPT can do is it can take the equation that your teacher has given you and you can put it in and you can ask it to explain it to you on how to do it. And that's what it will do. And if you don't understand it, you can say, please explain it in a different way. And it explains it again for you. So it's actually quite a powerful tool when it comes to education. Lots of people are worried that ChatGPT is going to take over the world and AI is going to take over the world and that students are going to cheat and they're going to plagiarize. But what they need to do is they need to use it as a form of technology. 8 years ago or around that time, Google came out and everybody was worried that students were going to use Google to cheat in their essays. Well, schools have learnt and education has learnt how to cite sources, and now we must use ChatGPT in a very similar way. Well, sorry to cut you off, but we like to dig it deeper, and we want to know more about ChatGPT from you, but there isn't much time to left, so we have to wrap it up the session. So can you say one word for the audience, please? So what I'm saying to everybody, to the parents and to the educators, is embrace it. Students, your children are using it already. And what you should be doing is helping them use it so they can use it to benefit their learning as best they can. Identify the bias, understand where it comes from. And it's only giving one opinion. What is a different perspective? What is the other way of thinking? How do you know this information is true? And they're things which parents and teachers need to look at as they begin to embrace all forms of technology. Look, there's lots of questions. And if you want to find us at our booth, I'm happy to answer any questions at all you have on ChatGPT and talk about it in much more depth. お話、誠にありがとうございました。国際高等学校のロバート・チェイター先生でした。ありがとうございました。では、改めまして、インターナショナルスクールオブ長野、栗林理恵代表、よろしくお願いいたします。こんにちは。よろしくお願いします。長野県から来ています。インターナショナルスクールオブ長野の栗林と申します。よろしくお願いします。では、栗林先生には、同じくチャット GPT など人工知能が発達する中で、なぜウェルビーイングが重要なのかというテーマでお話しいただければと思います。はい。私たちは、子供たちが0歳から中学生までいるんですけれども、10年前に ISN を始めまして、現在は8個のキャンパスがあります。で、ちっちゃい頃から始めているので、当然その保護者の方とか、私も自分の子供がそこに通っていた状態だったんですけれども、あんまりコンピューターにすごく触れるっていうことよりは、やっぱり長野県のその里山であったりとか山だったり、あと、川で遊ぶっていう五感を使った体験をさせていきたい。で、その中で、子供たちってほら、泥で遊んだりとか、
それから水を使ったりっていう遊びをしていて、で小学生になってくるとどうなるかっていうと、質問をしたときにこれについてどう思うって言ったときに、どう感じるっていう質問をしたときに、どうしても頭で考えるっていう答えが出てくる傾向があるなって。それって例えば山の中に入りました、今どんな感じがするっていうと、見るものとか、そこにあるものっていう、自分はこういうことをしたいっていうことは言うんだけど、そこで自分がどう感じるかっていうことが表現することが、うちの ISN の子供たちでも少ないなっていうことが感じるんです。だから特に今小学生の子供たちにしてるのは、そこで立ち止まって何を感じるかっていうこと。また私たちのスクールは特にコンピューターとかね、クロームブックとか、それは当たり前に子供たちテクノロジー使うんですけれども、で、それでペアレンツともコミュニケーションはしています。でもその中で、やっぱりその感じるっていうこと、それからその感じるっていうことを、心を育てていくっていう中で、パートナーシッププログラムっていうのを、進めています。で、今こちらにあるのは、今いくつかのね、キャンパスがありまして、ちっちゃい子たちが通ってるところ、それから小学校もいくつか始めています。毎年、そうですね、一つくらいずつキャンパスが増えていくような状態になっています。で、まあ、長野県というとこういうイメージかなと思いますけど、山もありますし、川もありますし、そういうところで子供たちが、0歳からの子供たちもいますけれども、大体は2歳から、就学前までの間に、英語を話すこと、使うこと、プレゼンをすることっていうことは問題なくなっていきます。で、地理的なものもあるんですけれども、外国人の子供たちは3割くらいです。で、国籍がね、デュプリケイト、ダブル、ナショナリティの子供たちもいます。で、その中で、まあ、フォニックスだったり、その読み書きだったりっていうことが強くなってきていて、6歳になって、グレード1、1年生に上がる頃には、子供たちは自分たちで探求が伸び伸びと、英語でも日本語でもできるようになっています。ちなみにこのうちの、まあ、小学校はね、一条校、私立の学校になっていますので、子供たちの学びの選択肢として、公立の学校に行った時に、基礎的な学力がついていて、せっかく日本っていう素晴らしい国で育っているので、そこでの文化っていうものも、なんていうのかな、いいところ悪いところ両方知っていて育っていってもらいたいなっていう教育をしています。そして、次のスライドに。ごめんなさいね、戻っちゃった。忘れました。私たち先生たちが140人います。これもまあおかげさまでどんどん増えてきていて、ちょっとまあ余談ですけど、どうやって先生集めてるのって言われるんですけど、割と口コミとかで来てくれるんですよ。で、まあサイトもよかったらね、ISのサイト見ていただいて、で、応募は結構いただいている中で、なんていうのかな、ID をやっているので、自分たちがやりたい、届けたいプレゼントを子供たちに届けられるっていうふうに思ってくれてる先生たちが集まってくれています。で、その先生たちに、たくさんの ID のワークショップもしますけれども、私たちこれからフィンランドの大学と一緒にフィンランドスクールを作っていくっていう今準備をしていて、来年の春に開校します。開園ですね。で、この目的は、Finish Teachers Training School in Japan ということで、先生たちがトレーニングを受けていく。そして、実は parents、まあ、保護者なんですけれども、保護者にとって、そのポジティブエデュケーション、お家でどんな声掛けができるのかなっていうのを、まあ、先生たちがリーダーとして、保護者と一緒にパートナーシップを組んで、まあ、子供たちの心を育てていこう。というような取り組みが、1年間ぐる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 、8つのキャンパスでいろんなところに行きながら、始まっている状態です。ごめんなさい、まだ戻っちゃった。で、ID は典型的な言葉なんですけどね、Student Agency。って中で、やっぱ子供たちが自分たちの学びの舵を取っていく。それって何のため、誰のためって常に子供たち言われるんですけど、それが、ウェルビーングを話したときに、特に日本人かな、典型的にあるのが、まず自分が幸せになることっていう考え方をする人がちょっと多い。それはいけないことではないんだけど、その人の考え方ってベクトルが自分の方にあって、まず自分のバケ、なんていうのかな、がいっぱいになったら、他の人にも与えよう。
だけど私たちとすると、最初から与える方から考えようっていうような発想になっていくと、まず与える、クッキー焼きたいな、自分のために焼こう、じゃなくって、みんなにみんなにっていう、そういう習慣がね、お家でも、スクールでもできたらいいな。で、そのスチューデントエージェンシー、これは、子供たちが、学びのオーナーシップを取っていくっていう意味なんですけれども、いろいろ決めていくときに、先生これ何っていう言われるよりは、あなたはどうやったらいいの、あなたはどうやったらどういうふうにやっていきたいのっていうような声掛けが、いつもされているような、まあそんなような習慣で私たち生活をしています。という内容です。そして、先ほどから何回かお話ししてます、パートナーシッププログラム。特に、まあ子供たち同士でもそうですし、子供たちと先生たち。そして、保護者ですね。私たちの大切なパートナー。やっぱり、こういうところで、学びをしているので、なんとなく、ルイは友を呼ぶというか、いろんな起業されてる方もいるし、事業もたくさん持ってる方もいらっしゃいますし、いろんな職業の方いらっしゃいますけれども、やっぱり、一緒に作っていかないとっていうような、意識の保護者の方がおかげさまでとても多いので、何かイベントしようって言った時に大体専門家の方がいらっしゃる。そしてその人たちがアイデアというか、その人たちが主導で結構、なんていうのかな、いわゆる PTA とか保護者会とかそういうんじゃなくて、こういうイベントやってみない、ファンドレイジングしてみないとか、こういうことやってみないっていう面白いことを結構いろいろやってくれる人たちが多いです。なので私たちも、なんていうのかな、これは皆さんたちにお伝えすることじゃないかもしれないですけど、もちろん学費払ってくれてるけれども、この人たちお客さんじゃないよっていう、一緒にこの子供たちのね、毎日毎日を見ていくっていうことで、私たちの意識として、一緒に 50% 持ち合おうっていうような、そんなような意識で、一緒に接した時にどんなコミュニケーションができるか。まあ、それは私たちのチームの中のスタッフ同士もそうなんですけれども、まずは、だから私たちが、どんな気持ちで人に接しているか、それを子供たちに見てもらおう、みたいな、そんなような取り組みが結構私たちの今、中核になっているかなっていう、そんなような活動をしている学校です。ざっと、説明はそんなところです。ありがとうございます。今お話伺って、いくつか質問させていただけたらと思ったんですけど、よろしいでしょうか。お願いします。まず、8つのキャンパスの見た目が本当に素敵で、なんかお城みたいなデザインとか、なんか、長い、あれは滑り台ですか？はい。あのデザインとかこだわりがあるんでしょうか？そうですね。どれもみんな地元の方にイメージというか設計していただいて、そう。で、保護者の方もいらっしゃいますし、まずはやっぱり理念というか私たちが何をしているところなのかっていうことをお話しします。その中で、結構全力で作ってくれるっていうか、で、子供たちを結構遊んだ、こんな風に遊んでくれたらいいなっていう風にイメージを共有できて、たまにそのバジェットとかを結構超えちゃっても、これどうしても作りたいからって言って作ってくださったりもすることがあります。素晴らしいですね。なんかその情熱とか、そのビジョンが、その見た目から、その、本当に経費とかで考えたら、もう少しシンプルにできるかもしれないけど、本当にその、夢があるなと思って見た瞬間に、うわぁ、どういう思いでっていうふうに、引きつけられるような思いでした。ありがとうございます。あと先生が、どう感じるかを大切にっていうお話、うんうん、本当に特に幼児期とか児童期、何よりも大切だと思うんですけれども、逆にそこに、一番大切にしようっていうその軸を、得られたきっかけみたいなことは何かあったんでしょうか？そうですね。やっぱ、子供たちの自信ってどこから来るのかなって言った時に、あの人みたいになりたいっていうその像はあってもいいんだけれども、結局自分って誰なんだろうって、自分自身が自分を知っていないと、いけないってことと、もう一つはその自分自身を知った時に、親とか保護者とか周りの人たちが、その子たちについて、その子について、この子はこういう特徴がある。で、それも、デコボコでもちろんよくって、じゃあその強みってなんだろうっていうところを、伸ばしてあげることっていうのが、まあ、ポジティブエデュケーションにもつながるんですけど、今、フィンランドと一緒にやっているその声掛けの仕方、意識の仕方、いわゆるハーフクラスエンプティーかハーフクラスフォーっていう風に同じものを見たときにね、幸せ、ポジティブに見れる人、ネガティブに見れる人、いろいろあると思いますけれども、その見方一つで、心のあり方って変わってくる。そこから、じゃあこういうスキルをつけようとか、じゃあこういう知識を得ようって、やっぱりそこが軸になって、いろんな
なんていうのかな、いわゆるアカデミックなところも自然にオーガニックに成長していくんじゃないかなと思います。なるほど、ありがとうございます。そういう精神というか理念っていうのを140人の先生に伝えていくって、かなりのパワーと、あとパワーだけではなかなか難しいんじゃないかと思うんですけれども、どうやってこう先生方とそういう思いを共有して、はい、同じその、なんていうカルチャーみたいなのを育んでいらっしゃるのかなと思ったんですけど。はい。はい。ありがとうございます。私は140人と実際に繋がってるんです。でも毎日その人たちと連絡をしてるわけじゃなくて、で、私の周りにはまあ12人くらいのメインのマネージャーのメンバーたちがいます。この人たちがすごくその周りを、なんていうのかな、寄り添ってくれる。やっぱそういうスタッフを作ることによって、子供たちもそういうグループでお互いを面倒見合ったりとかっていうようなシステムになっていくんじゃないかなと思います。なるほど。リーダーを育てて、そこからさらにこう、広めていくみたいな。いや、素晴らしいお話で、すごく、今日は、感動しながら聞いております。本当に素晴らしいですね。ありがとうございます。続けて、いいですか、はい、たくさん質問があったんですけれども、はい、日本語もしっかり、育てていくっていうことに、すごく共感しまして、また先生が、この素晴らしい国と日本のことをおっしゃるのも、ものすごく共感しました。ただ、日本語を教えると、結構日本人の子供たちって、なかなか英語を話せるようにならなかったり、しっかり英語にすると、今度ちょっと日本人としてのアイデンティティがうまく育ちにくかったりとか、そういう話をよく聞くんですけれども、先生のところではそのような問題は全然起こらないですか？そうですね。そういった質問は、もちろんたまに聞いたりはするんですけれども、まず私が14年間海外にいたっていうこと、で、まあ、国連を目指していて、で、それから、ま、英語はちょっとやっとかなきゃな、みたいな。その後に、まあ、英語は、イギリスには7年いたんですけど、その後に、フランス、スイスでインターンシップをして、で、最終的にモロッコっていう国にアラビア語と、まあ、フランス語を学べるようなところで、で、最初は、銀行でトレーダーとして働いていたんです。で、そういったところで、まあ、幼児教育の、機会をいただきまして、先生たちとつながっていた。で、その時に、もう、そこの幼稚園にいる子供たちが、なんていうの、地中海から集まってくる子たちばっかりなんですよ。お父さんがドイツ人で、お母さんがイタリア人で、フランス語のそのカリキュラムもやってるし、私の時では英語のセッションが受けられる。で、2時で幼稚園が終わって、あとはアラビア語で、サッカーを地元の子たちとしているっていうのを見てて、まあ、日本でいるとそれが天才だとか思われるんだけど、本当に環境だけだと思うんですよね。で、なんとか学者っていう風になってくるためには、その、日本語をどれだけ使えるかって、まあ、私も話しててそんなに、なんていうのかな、日本語めちゃめちゃ早く話せるわけではないけれども、ちゃんと日本で育ってますし、一応高校もそこそこのところには行ってますけれども、でも、私がフランス語を話せたり、アラビア語を話せたりっていうことがマイナスになってると個人的に全く思わないし、その言語が話せるっていうことは、特に、まあ、ヨーロッパであったり、その、自信をつける、すごく大きな要因かなとも思います。その国の人たちも繋がることができるので。なるほど。ありがとうございます。先生、フランス語もお話になるんですよね。はい。ずっと勉強してるんですけど、なかなかうまく話せないので、羨ましいなと思って、素晴らしい環境がラッキーなだけだと思います。はい。そういうカルチャーとかも、こう、持ってきて、生かされてっていうことですね、はいはい。ありがとうございます。そうしましたら、今回のテーマのちょっと、チャット GPT とか、うん、AI についても少し伺いたいんですけれども、うん、これから、チャット GPT とかをどんどん子供に教えていった方がいいとか、たくさん活用した方がいいっていう声も、聞くことがあるんですけれども、先生はそういうチャット GPT ですとか、人工知能の活用っていう点に関しては、どのようなお考えかお聞かせいただけますでしょうか？はい。それは、すごく良い点はあるんだと思うんです。ただ、私たちは、どちらかというと、その、アンチっていうほどでもないですけれども、せっかくその、ある自然の中で、新種の中で、中学部の子供たちが何をしているかというと、パーマカルチャーっていう、まあ、エコロジーであったり、環境であったり、SDGs で持続可能なっていうようなテーマの中で、あるものでシステムを作っていくっていうような、食の文化であったりとかっていうことを中心に、
やっています。なので、もちろんチャット GPT もそうですけれども、全く無知で、考えないでおこうっていうよりは、自分たちが、まあ、マニュアルで、作っていくことだったり、人間の関係だったりっていうものを、まあ、もっと大切にしているのが私たちのポリシーかなと思います。なるほど。ありがとうございます。あとフィンランドスクールの先生と親のパートナーシップのお話も、すごく面白いなと思ったんですけれども、先生、そのようなアイデアは、普段からこう、どのようにこう取り入れて、こういうのもやってみようというのは、そのワークショップに参加されているのか、実際に海外に足を運んで、そういうことを感じられるのか、なんかそういうのは、お話伺っていると、いろいろこう、もっとこうした方がいい、こうした方がいいで、どんどん多分、進化されてるんだと思うんですけれども、そういうのって、どうやってその新しいアイデアとか、新しいメソッドとかをこう取り入れていらっしゃるんでしょうか？はい。私、そもそもアイデア屋さんではあるんですよ。で、だけど、やっぱり、思いついて、そのチームが育ってるかどうかって結構大事で、それを一緒にやっていけるかどうかっていうタイミングが結構丁寧にやってると、それが整っていくっていうことはあると思います。で、フィンランドは皆さんもね、もう説明するまでもなくご存知な、もう30年間、trust っていうことを中心に、信頼関係を築き上げてきてやってきている。で、その、もう先行してやっている文化がある程度の、一定の、成功を収めているのであれば、じゃあ、そこで私たち学べるものがあるかな。で、その中で、全くそのフィンランドも持ってきて、それをやろうっていうことでもなくって、で、その中で、結局コラボレーション、コクリエーション、自分たちはどういうものを作っていこうと、オリジナルになっていくんですけれども、まあそういったことを一緒にやっていけるパートナーがいるのは、私たちのスタッフとしても楽しいだろうし、心強いな。まあそんなような、そうですね。同じようなそのやっぱり like-minded people が集まってきてるわけだから、話すことも同じような、せっかくやるんだったら、この地域を豊かにしていった方がいいよねって言って、まあ心であったり、そのパーマカルチャーのアイデアだったり、私からだじゃなくて、やっぱり周りからのアイデアも出てくることもありますし、それをまあ保護者とも一緒に丁寧にやってるっていう感じかなと思います。ありがとうございます。あとは、インターナショナルスクールオブ長野さんの、なんかこういう生徒さんに来てほしいとか、こういうご家族と会いたいとか、ぜひ、こういう、お家だと会うんじゃないかとか、そういう像みたいなのってございますか？今日もまあ、いくつかの家庭にブースの方に来ていただいたんですけれども、そもそももう信州が好きだとか、で、本当はこういう生活したいんだけれどもっていうふうに言われてて、で、今日たまたまブースにいる、保護者が一人いるんですけど、その方も今、東京在住で、リモートワークをされていたりとかして、まあ、山でハイキングしたり。だから、純粋に、別に信州じゃなくてもいいんですけど、こういうところに住みたいなとか、子供たちにこういう体験したの、自分がこういう体験したの、こういう生き方をしたいなってことを中心に考えたときに、そこから選択肢を考えて、本当にしたいことをやっていく人生を一人一人が選んでいけたらいいと思うから、そこで私たちが、まあ、ご縁があってね、お手伝いいろいろできるようなことがありましたら、ぜひなんか遊びに来てもらいたいなと思うので、どなたでもウェルカムです。ありがとうございます。あと、打ち合わせの時に先生の堪能な英語を私、伺っておりまして、よければ、これを視聴されている、今回親御さんだけでなく、中高生、あと小学生の、中学年から高学年のお子さんもたくさん、視聴いただいているかと思うんですけど、ちょっと英語で、なんか子供たちにメッセージなんかいただけたりするでしょうか？We are actually having summer program. If you're interested in joining our kids, they're very friendly. As well as if you're interested in bugs and like woods, and we do lots of crafts and we do barbecue and we stay in tents and we got a lot of stars and it's so beautiful. So you're more than welcome to come join us. Please, get in touch with us and thank you for watching.ありがとうございます。サマープログラム、ぜひぜひ、何歳から何歳ぐらい対象で募集されてるなんだろう。プレスクールの子たちも参加できると思うから、多分4歳くらいから行けるんだと思います。じゃあ結構幅広く。中学部の子たちまで。はい。あ、そうですか。はい、じゃあホームページを見れば。そうですね。そちらの方で。はい。
これはぜひ、はい、ちょっと体験してみるっていう意味でも、サマープログラムまず入ってみるってすごくおすすめですよね。うん、そうですね、うん。もうとにかく先生たちが本当に面白い先生たちがしかいないので、絶対になんか保護者の方も仲良くなって帰れると思います。ありがとうございます。では、残すところあと3分ほどなんですけれども、先生から最後に今後の展望や、あとは最後にお伝えしたいこと、まとめなど、お話しいただけますでしょうか。そうですね。私が、まあ、このきっかけを作れたのは、まず子供たちが、私、男の子がいるんですけれども、そうやって始めていって、やっぱり、英語くらいは当たり前に話せるように、みんなしてあげたいなっていう、私がそれに何か貢献できるんだったら、とはいつも思っています。なんでかっていうと、それはただ地球の今共通言語で一番メジャーに話されている言語だからっていうだけの理由だと思うんですけど、それが話せないと、まあ、これがどう聞こえるかわかんないですけど、もうマナーだと思うんですよ。その、いろんな人とコミュニケーションを理解していくっていうことが、もう、なんていうのかな、避けることができない。いろんな人たちがいる中で。で、まあそこの国の言語をもちろん学んでもいいですし、そうじゃなくて自分たちのその表現をしたいって言ったときに、まあ、学校の授業だけで足りている、例えばフィンランドだったり、スウェーデンだったり、いろんな、オランダもそうです。足りてる国もあれば、日本のようになかなかそういうメディアが、のためなのかな、その環境が整ってなかったりもする。っていう中で、やっぱり、少しでも多くの人たちにとって、その、まあ、会話ができるような、英語で会話ができるような状態っていうのが、楽しめるような国になればいいなって思います。思ってます。ありがとうございます、はい。今日は本当にたくさんのお話ありがとうございました。インターナショナルスクールオブ長野の栗林先生でした。皆さん大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。